を連れて行ってもらったみたいな。クリスマスの理想的なデートは？クリスマスの理想のデート、もうすぐクリスマスだけど、それはさすがにそういう日くらいはおしゃれなレストランとか予約されてると普通に感動すると思う。でも今までで一番びっくりしたクリスマスはまさかのお寿司屋さんでフグの鍋でした。ちなみに彼氏のお父さんと一緒でした。3人でお父さんと。クリスマスなのに。それすごいね。でクリスマス鍋っていうのが外してていいよねっていう感じで盛り上がって怒っていただきました。恋と愛の違いは何ですか？深い。恋愛を焼肉に例えると、相手の人はどんなお肉ですか？噛んでも噛んでも味が出るんじゃないですかね。あ、もう完璧だわ今ほら、ギャップでかいです。ギャップに弱い感じ。